はい、どうもお世話になっております。機動警察パトレイバーよりモデロイド60分の1ヘルダイバーです。2021年2月発売、販売価格は4200円となっています。私が購入したのは2021年の7月再販のものですね。メーカーはグッドスマイルカンパニー、シリーズがモデロイドとなっていますね。以前同シリーズのグリフォンをレビューしましたが、今回のキットは陸自のレイバーヘルダイバーになります。グリフォンの時とは逆で、外装がポリスチレン、シーリング、内部フレームが ABS ですね。成型色は外装がダークグリーン、シーリング部分はカーキっぽい色味ですね。武装と内部のメカ要素はグレーになっています。はい、一部のパーツは彩色済みとなっています。そして陸上自衛隊の文字と桜のエンブレムのデカールが付属しています。さて、パトレイバーについては放送当時リアタイでは見ていないということは以前のレビューでもお話ししましたね。どうやら関西では早朝に放送していたということだったようで、コメントで複数の方から教えていただきました。なるほど、そういうことだったんですね。当時アニメは見ていませんが、見た目が気に入ったということでヘルダイバーとファントムのプラモを買ったのを記憶しています。はい、調べても発売された年代が出てこなかったので正確な情報ではないかもしれませんが、プラモのボックスアートには1990とありまして、アニメ放送、漫画連載当時に発売されているのは間違いありません。プラモの発売が1990年だったとして、私の場合は発売されてすぐの購入ではなかったのではないかと思います。というのも何度か触れていますが、私は子供の頃 F91 がガンプラ熱のピークだったんですが、おそらく91年以前にガンプラ以外のプラモは買ってなかったんじゃないかと思いますし、F91 の後ガンプラ熱が一気に冷めて、 0083 スターダストメモリーのサイサリスを買ってからしばらくの間ガンプラと決別して、当時 F1 が流行っていましたから、 F91 以降 F1 のプラも主に作るようになるんですが、ガンプラから F1 への移行期間に確かヘルダイバーとファントムを買ったんではなかったかなと思うんですが、何分記憶も曖昧で本人もね覚えていないわけですから確かめようもないですね。さて、ヘルダイバーは陸上自衛隊のレイバーで、一般機を含めればパイロットは複数名いますが、一応代表的な人物を挙げれば隊長機に乗っていた不破玉木が挙げられると思います。めちゃくちゃでかい眼鏡をかけた女性ですね。そして声優は勝木雅子さんです。洋画の吹き替えなんかも含めると、まああまりにも多くの作品に出ていらっしゃるので、何が代表作なのかわからないんですが、私の中ではゼータのレコアさんとか、世界名作劇場のトラップ一家物語から、フロイライン・マリアですかね。はい、あとは調べてみましたら、ハイスクール鬼面組で一応中学の3年鬼面組担任の碇益代も勝木さんだったみたいですね。碇益代まあ若い人はね、こいつちょっと何言ってっかわからんと思うと思いますけどもあの同世代の方は、そういえば碇益代いたなぁという感じではないでしょうか。はい、失礼しました。まあ話がそれましたが、ヘルダイバーの解説に移ります。ARL99 ヘルダイバー、篠原重工八王子工場製造、
陸上自衛隊機械化空挺師団所属の軍用レイバーである。 AL-97 アトラス並びに AL-97B サムソンに代わり、陸上自衛隊機械化空挺師団に配備されたレイバー。正式名称は救急式空挺レイバーだが、作中では空挺レイバーやヘルダイバーと呼ばれることが多い。なお、テレビ版45話で登場した操縦マニュアルの表紙には篠原救急式 AV と書かれていた。掛け類に関しては先代機種に及ばないものの、機動性汎用性に富み、格闘戦能力が目覚ましく改善されている。イングラムの警視庁採用と同時に開発が開始されたため、同期の開発で確立された技術を多数使用している。基本フレームはイングラムと同じだが、航海用などの補助動力の追加、着地時の衝撃に耐えるため強化型ショックアブソーバーが使用されるなど、脚部を中心に改良が施されているために一回り大きくなっている。頭部にカメラ保護用のバイザー、脚部には降下速度を軽減するダイブブレーキが装備されている。輸送時には肩部を折りたたむことが可能。コクピットは密閉式だが、イングラム同様首下のハッチから搭乗者が直接視認することもできる。武装は救急式自動砲をはじめとし、コンバットナイフや対戦車ミサイルランチャーなど多数のオプションを装備可能。リアクティブアーマージャケットの試作も進んでいた。極地制圧などに使用され、航空自衛隊に所属する専用の C4 輸送機に格納、パラシュート及び胴体前後に減速用ロケットブースターを装着し、降下して奇襲をかけることが可能で、野戦時にはカモフラージュ用のステルスネットを使用する。テレビ版での小隊長フワキはバイザー、コクピットなどが本体色と違う色、ダークグレーで塗り分けされていた。テレビ版では11話で初登場し、ナイフによる格闘でタイプ7ブロッケンを即座に撃破するが、30話ではグリフォンに不脇が勝破されている。45話では総合火力演習で空挺効果と射撃を披露。終了後に不和の計らいで泉ノアが試乗し、ゴツゴツした感触はあるものの、思ったより扱いやすく動きが軽いと操縦の感想を述べているなど出番が多い。ハード面ではイングラムの延長上にあることが明確となっているが、ソフト面で本機がイングラム同様の OS だったかは不明である。テレビ版45話ではノアは難なく操縦している。40ミリ速射砲は右前腕に装着されます。コンバットナイフは鞘に収めて腰部背面にマウントされます。一般機、隊長機2種類の頭部が付属するため、頭部差し替えのみでそれぞれの再現が可能です。未彩色のクリアパーツも別途付属しています。ハンドパーツは握り手、平手、武器の持ち手が左右付属します。はい、可動です。頭部は首の付け根のみボールジョイントで、広くはありませんが必要最低限動かせます。肩関節は大きく引き出し可能で、上方向へも持ち上げ可能です。腕は地面から水平以上に持ち上げ可能です。肩、上腕の付け根、手首に回転軸で、肘関節直下にも回転軸があります。肘は90度以上曲がります。腹部は大きく引き出し持ち上げが可能で、その腹部を軸に回転します。横方向の開脚はやや干渉があります。縦方向は干渉なく完全開脚が可能です。股関節の軸は下方向に2段階でスライドします。大腿部に回転軸です。膝関節は90度以上曲がります。足首はボールジョイントで、適度に柔軟に稼働します。脚部走行を展開すると、
ダイブブレーキが確認できます。あくまでも可動範囲拡大のためのギミックではあると思いますが、腹部・股間部の関節位置を変更することで立ち姿の頭身を変更することもできます。はい、合わせ目です。頭部、胴体脇の下、肩関節シーリング、ショルダーアーマー、肩上腕のシーリング、前腕走行、太もも走行、大腿部膝関節のシーリング、膝関節直下の走行、側斜方、以上に合わせ目が入ります。背面の走行には 3mm 穴がありますが、特に蓋などはありません。はい、サイズ感はご覧の通りですね。はい、ということで以上、モデロイド60分の1ヘルダイバーの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。